はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。めちゃくちゃ挨拶なのに頭めっちゃかいちゃってたわ。いや、なんとなくわかる。そのずっとオールバックスタイルしてたのに髪短くしたからちょっとなんか難しくなってその髪切ったんですよ。うん、切りましたね、やっと短くなってんね、やっぱり。だいぶあのやっぱね、2ブロックがでかいね。2ブロックが、うん、はい、そんな一新して、いや、そこはいいのよ。前から可愛くない？あ、このそのこうで、いや、もいやこの、うん、レックスの、もともとあった人。結構着てない、それ。いや、寝巻きだよ、ただの。あ、寝巻きなの。寝起きスプラとかでよく見てるから俺。そんな寝巻きスタイルで今回はデュアルと。はい、デュアルですけども、まあ絶賛大会中、うんうん、してますけども、はい、まあデュアル使ってて、うん、まあちょっと練習したいのも含めて、まあ今一番手に馴染んでる武器でもあるわけね。うん、うん、馴染ませてる。あ、馴染ませてる。馴染んではない。あ、そうなんだ。そんな1ヶ月ぐらいしか使ってない。まあそうかそうか。熟練度上げてるところですけど、まあその途中経過じゃないですけどね。ね、そこ見てほしいということで、今ルールは。今エリア。行きましょうか。さあ、アマビエ。はい。行きましょう、アマビエエリアでございますけども。さあ、こちらの方での編成、ドン。はい。なるほど。結構これ塗り弱そうですね。あ、そうです。はい。これはちょっとね、塗りに関しては。なんなら、相手のザップ。シャップが結構やばい感じはしますけど、さあ足元入ってますよ。でかいね。さあミラーやったの大きい。でもう一人やって、あらら、いやー、さあでも全落ちと1落ち、この差は塗りの強さなんか関係なくなりますよ。そして前線に行ければ強いぞ、この編成。ローラースクスロー。さあバシャリが怖いが、いいよ、左前。ここは戻って。あ、危ない。いいよ。これはもう相手の居場所を奪うこのムーブ。1、2、3。やった。ナイス。カメ入れちゃって。はいはいはい。あら。二段目に入れちゃって、してちょっと先行きましょうか。前突っ張ってくるかな、ね、無理してくるところ、その無理を止める。ああ、もうぬるっと、うん、初動、初動ですね。初動勝ちですね、これは。はい、初動ちゃんと取って、その後みんながあのね、敵高入ってちゃんともう止めに行ってた。あれはもうアマビはあれやられちゃうと、うん、こうなります。よかったね、とりあえず、うん、理想的。はい、バッテラー。はい。さあ、バッテラのエリアですね。バッテラエリアディアのね。さあ、どうだ。ああ、ザプザプ。さあ、相手ザプザプローラー。一枚いるからまだ。うんうんうん。して、無理力でいったら、雨2枚。大きいですよ、こっちは。ナイス。あと走りに、さあ、見えてる。そして距離も勝ってる。うーん、素晴らしい。さあ、こうなるとまたこれは敵の懐に入り放題タイム。敵の懐に雨投げちゃって、そうすると相手は自陣なはずなのに戦いづらい、そんな世界を作られちゃって、あとはグッといってパッといって、誓ったらでかいぞ。でかい、うん、でかい。真ん中取られてる感じしましたけど、これ取られてません。さあ入りたいところ、手前にいて、こうなると相手はもうやることがないぞ。総動員してみんなで手前を破壊しないと。そうだね、俺を倒しに来るね、こうなるとね。うんうん、いい動き。さあ、うわー、しかしここで、ね、はぐれてしまうとこうなる。やはり2対1状況、味方がやられたその直後に、ね、ナイス。さあ、これも何もできないと。倒さないと。ああ、よかったね。いや、止められるか？ザップが来るで。ユウが。塗ってら。ユウがいるから、こっちには。塗ってたよ。うん。いいね。いや、かなりチームワークのいい動きしてましたね。
そうですね。逆に相手がね、結構焦っちゃってか、一人ずつバラバラの前にね。そう、バラバラに来てくれると余裕だね。水戸黄門スタイルだとね、やれちゃうから、一気に来ないと。素晴らしい。はい、バッテラストリート。はい。さあ、バッテラエリア。こちらの方でな。はい、ドン。あら、エクスリール・パブロ。あら、なかなか面白い編成じゃないですか。いいじゃないですか。さあ、相手は H3、そしてラピベッチュ。なかなかね、くせ者揃いですよ。それ無理じゃねえか。さあ、ここは、ちょっと入ったが、このね、転がしトーピードも強いですね。確定でダメージ入れてくるこの感じ。厄介ですよ。さあ、ただ、ここはスルッと入って、うん。さあ、ちょっと行く。どうだ。ここは戻って、はぁ、あ。奥まで追い込んでいく。さあ、ただ逃げおせてしまえるのがこのパラシェルター。さあ、ボンピッチャーしてるのはパラシェルターですね。先ほどの。おぉ、ナイスナイスナイス。そして、橋上を取りましたよ。橋上取って上から、ペシッと立っていく。後ろ見て、んナイス。さあ、しかし、下がって、ここはがっつり詰めてくる。残り40カウント。どうにか止めたいぞ。あー、戻って。さあ、スピッティング。よここは戻って、ナイスナイスナイス、スッと、いいですね。おー、危ない。知ってる。危ない、危ない、危ない。あれ、ラッピーやりたいね。ナイス。さあ、これで時間差前を取って、さあ、後ろに動かしていきたい、危ない。おー、危ない。ここはガー打っていくが一旦下がっていいよ、片方キープしてるよ。ナイス。もうこれはもうジェッパの邪魔。ナイス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 。ジェッパでやるためのカバー。さあ、スフィアがなんか無茶してるがしっかり止めて塗られたくない。さあ、いいよ。カウントストップですが下がってナイス、だったかな。これやれたらでけんだけど、あーやられちゃった。惜しい。さあ、ここは一旦止まる。さあ、でも2分10秒、時間はあります。そのやられる。後ろナイス。さあ、だがここは危ねえ。飛ばされたが、さあ、敵まみれのとこに、ナイス。よく今、一人取って、そして生きてる、まだ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。これが奇跡の生還。ここからの動きが、すごく期待。さあ、奥になんかいるけど、危ない。さあ、いいよ。前に行きたい。ここはこのまま前で止めてしまいたいが、さあ、しかし出づらい状況。よく倒した。さあ、ここ行きねえと。うん、よく行きた。あ、さあ、よいしょ。いけんじゃねえか。いける、リードいける、リードいける。まずはリード、まずはリード、リード、オッケー、して、あー、でもあと5カウント。さあ、相手も根性で止めてきてるが、止まらず、あー、止まってる。止まらず。うわー、これよく勝ったね、これよく勝ったわ。よく勝ったわ。よく勝った。しんど。だいぶエネルギー使う勝利。素晴らしい、勝てばよかろう。いや、もうアーマーがついてる構成が強すぎるエリア、今。
リアル勝てないんだよ、アーマーついてると。アーマーはね、何発当てりゃいいんだってなるからね。さあ、アマビー。はい。行きましょう、アマビーエリア。さあ、アマエリの方で、まずは、ドン。なるほど。お、さあ、チャージャーがいて、あっちゃ、竹。して、じゃあ、インクアーマー、ザップ飲みますね。しかし、相手の若葉の方が回転率は良さそう。さあ、ここで、この横から、にじり寄って。西沢のこれ。出ました。ナイス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 。西沢裏から入って、で、さあ、そいつだけだぞ。そいつだけだから、無理しない。ああ、ナイス。素晴らしい。さあ、こうなると、敵タカ取れるよ。なんだよ。うん。イェーイ。上がりが。さあ、ここで、飛んでいく。さあ、戻って真ん中。なんか降りてるね。お。うん、いいね。さあ、そして。ねえ、左から入れれば。ああ、タワトラだ。嫌ですね、この真ん中いるの。いや、無理だ、これ。さあ、ここは無理しない。なんで。さあ、一旦下がって。やりに来るよね。しかし、返り討ち。いいよ。ここは返り討ちにして。飛んでんだよな、絶対な。さあ。ん、ナイス。いいね。今のやったのでかいよ。あとここか。ナイス。いや、すごい弾、なんかいっぱい当ててる感じするな、このタタタタって。デュアルは。そうです。中ね、近距離は意外と当たるんだけど。遠くになるともう、適当すぎるから、これ。そうね。銃口も2つ並んでて。ナイス。その距離やっぱで、やるの強いな。いや、これ、ケースのね、じゃんけんがね、一番むずい。うん。ナイス、でかい。詰めれるっしょ、そいつ。ナイスー。さあ、これ止めてくれたら嬉しいね。ショー、オッケー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、ナイス、ナイス、ナイス。まあ、あと時間稼ぐだけ。が、マッチですね。あー、まあ、あー、素晴らしい。素晴らしい。いいねー。いい攻めだねー。いや、あれは、ナイスフォローもあったし。まあ、基本的に奥に入れたのが強かったね。相手そうね。うん。敵陣の方にいられるっていうのが。敵陣に行くのが大事だねー。うんうんうん。素晴らしい。はい。バッテラストリートにて、今日の週はい、行きましょうか。さあ、今日の集大成を集中してみせる試合、今回はバッテラエリア。お、さあ、これはお互いに X がいて、こっちはデュアデュア編成でございますね。そして、何より嬉しいのが、インクアーマーがありますね。さあ、早いよ、インクアーマー。いいタイミングだ。ナイスですね。それもらったら、水を得た魚、木を得た猿、そのまま前に行っちゃって、アーマーを得た、デュアル。ないですね。ここはしっかりやられない。下がる。そして、このセンサーがあるのを利用して逆に前に進むことによって相手にプレッシャー&試行錯誤。さあ、下がっていくけども。ああ、これキープだ。これね、ハマーキープ。ハマーのような車の。周りをキープするのが、素晴らしい学校は相手は、一点集中、一撃抜いてきましたね。さあ、だがその、抜いてきたデュアルと、デュアルして、チャージャーとデュアルがにらめっこ。ワンキル入ってきたら、うわ、取られてる。誰もいなかったんじゃ。さあ、塗り意識高かったですね、相手。さあ、これは、いいですね。ブラスターには負け要素なし。さあ、塗って、ここはまたもやぐいぐいと前に行きたいところ1、2あったけども下がってうーこれいや死なれさあダメージがやはり大きくないのがデュアルの特徴でございます。さあしかし相手に落ちここは
そんなに厳しい戦いでなさそう。値段気もすげー気になる。うん、アーマー来ねえかな。さあ、アーマー来たら、その合図に前に来たいね。よし、さあ、ここはダガー落ち。あっ、いや、今入ってる。さあ、ここからが問題ですよ。グッと入りたいところですが、下がって、うん、いいね。さあ、ボールを投げて、いいよ。さあ、雨降らしと一緒に、ガンガン前にやりたいところが、X 逃げれるか。いやX は逃がさないね。さあ、しかし、カウントは一応取り返してるので、相手にはペナルティ。お、やばい、いいね。あー、しかし、に落ち。さあ、ここは、これに一段のみ。裏の方、あー、もう一回。しっかり見てますね。そして、ここは、右側は、押さえてます。左から、うまく挟みたい。さあ、インカーマン。おお、それできなかった。なんでそれが絶対は。待って、ね、ナイスだよ。全然頑張れ。ただ取り返したのでかい。取り返したのでかいが下がっ、ずっ、ナイス。ナイス？いいよ。危ない。下がって。危ない。いいよ。ナイス、ナイスヒット。そして、2発ババット。そして、持っといて。抜かれるか。壁入ってないよ。かかと抜かれたの、かかと。足が出てて。お、でも、しっかり止めて、あと1分。残り1分で、よっ、持っていく。3発4、ああ、いいですね。まだいるんだよね。しっかり倒して、うん、ナイス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 。さあ、真ん中、端上。端を押されてるけど、見えてる。どうだ、厳しいかな。さあ、どうでしょう。ナイス、うん、さあ、そして、うん、ナイス。ああ、こうなったら、あら、もう、こうなったら、ああ、素晴らしい。うん、うん、ナイス抑え。いや、途中の、よかったね、あそこよく。左と右で。てくれてたから、すげえやりやすかった。うん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 、素晴らしかった。確かにアーマーの重要性わかるな、こうやって見てると。素晴らしい。はい、というわけで、はい、デュアルのエリアで見せていただきましたけども、はい、なんかね、やっぱデュアルすごい強いなってずっと俺言ってたけど、なんだかんだこうやって西田の見てるとか、あ、確かにこれ辛そうとか、うん、ここ大変そうみたいなのどんどん見えてくるね。辛いとこはやっぱあるよ。うんうん、インクもそうだし、うん、うん、まあ全員に強いわけじゃないんでね、やっぱ竹にも弱いし、うん、疑似系にもまあちょっと辛い部分はあるし、うん、なんかスピダーもね、辛いっすもんね。そう、でもなんか相対的に環境的には強い、うん、特にアーマーが味方にいると、うんうんうん、力も相当強くなるから。なるほどね。逆に言うとアーマーできるだけ欲しいって感じなのね。味方に。そうそうそう。でも逆にね、ザップ、自分が使ってて、デュアルはね、アーマーつけちゃえばね、やっぱ倒せる。あ、そんな辛くない、正直。なるほどね。そう、正面の打ち合いはきついけど、アーマーのおかげで意外と5分以上持ってけちゃう。そう、意外とね、その、スライド長いけど遅いから、はい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 。キル間に合ったり、ちょっと詰めると。なるほどね。あ、そういうちょっとね、相性とかと、苦手とかも分かってくると、また戦略の幅が広がると。ぜひとも皆さんもね、まあ、デュアル苦手という方はね、ぜひともそこをついてみるのもいいんじゃないでしょうか。
はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。